Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, we will be reacting to another video and I really don't have clue what is this. This is the first time I'm gonna see the video. So we will be reacting to Japanese comedy duo Impulse Job Interview English Subtitles. So without further ado, we will start. So let's go. Let's start.君かね、うちで働きたいっていうのは。はい、ぜひお願いします。ここで雇ってください。困るんだよね、簡単に入れると思ってもらっちゃさ。うちが小さな町工場だと思ってなめてるんじゃないか。いや、そんなことは。どうかな、最近じゃうちが何の会社なのかも分からずに働きたいなんてやつまで来るぞ。僕はそんなことありません。じゃあ念のため聞いておこうか、うちは何の会社だ。はい、あのファミレスの伝票を刺すこういう筒を作ってる会社です。そう、これを作っている。確かに傍から見れば地味な仕事だ。でもね、これがなかったら困る人だって大勢いるんだ。だからうちの社員たちはみんな誇りを持ってやっている。だから決して誰にでもできる仕事じゃない。もし君が今生半可な気持ちで入りたいと言ってるのであれば、今すぐに帰った方がいい。生半可だなんてそんな気持ちありません。はい、面接はするよ。ありがとうございます。履歴書は。あ、じゃあそうする。失礼します。This is, I love how the talk is like they are very serious, you know, they are very serious. So okay, let's continue.Get a resume, take a seat, okay? ああ、二階堂君、三十何歳、結構行ってるんだね。そうね。ああ、大学はなかなかいいとこ出てるじゃない。まあ一応、はい。まあうちでは何の役にも立たんがね。すいません。で、大学を出た後は宇宙飛行士をやっていた。なるほど。宇宙飛行士そういえば、見たことあるぞ。数年前よくテレビに出ていたよね。最年少で宇宙に飛び立った二階堂さんって言って。多分、はい。おいおい、もったいない、何してんだ、なんでやめちゃったんだよ。はい。 Oh my god, I love his reaction. He is very shocked. OMG. あのスペースシャトルから地球を眺めた時に、まあ、丸くて青くてそれを見ていたらなんかちょっとこれ違うなと思って。違くない、全然違くない。それみたいなために宇宙飛行士になるみたいなところあるだろう。何そのタイミングで違うなって思っちゃうの。もったいないよ。いいから今すぐそっちに戻れ、二階堂君。いや、僕に戻る気がないんです。戻る気がなくたって戻るべきだ。いいか、こんなの誰にでもできる仕事だぞ。戻るんだ二階堂君。もうやりたくもない仕事をするのは嫌なんです。それに宇宙飛行士時代の経験なんてここではきっと役に立ちませんから。そうだね。Oh my god, he'sExpression, his facial expression is very funny. そうだな、そうだぞ。工場内に重力は発生しているよ。はい。あんたがやってきたことなんて何の役にも立たん。ひけらかすな。Don't be so cocky. で、宇宙飛行士を辞めた後は外科医になったと。なるほど。外科医！すごいな君は。宇宙飛行士って外科医になったわけか。なぜ辞めてしまったんだよ。はい。あの冠動脈バイパス手術っていうのをやったんですけれども、あのそれが46時間かかった大手術だったんです。でそれが終わってあの手術室を出たら親族の方が僕にこう寄ってきまして、で僕が成功ですって言ったらもうみんな泣いてお礼言ってくれて、でその時にあ頑張ってよかったなって気持ちとともにちょっとなんかこれ違うな。違くない、断じて違くない。ど真ん中、それ医者のピークだよ。何そのために違うなって思っちゃうんだよ。もったいないよ。今すぐ戻れ、こんなところにいる場合じゃないぞ。いや、僕に戻る気がないんです。戻る気がなくたって戻るべきだ。いいかい、君のその腕を必要としている患者さんが大勢いるはずだ。それ言ったらこの伝票差しを必要としている店員さんなんて大勢いるはずです。いないよ。こんなもんなくなったって誰も困るじゃないんだよ。ちっちゃいバインダーがありゃそれでいいんだからさ。早く戻るんだ二階堂君。とにかくもうやりたくもない仕事をするのは嫌なんです。それに外科医時代の経験なんてここではきっと役に立ちませんから。I really love his facial expression and the way he talk. Oh my god. He is very funny. そうだな。そうだぞ。我々はこれをクランケと呼んでいるよ。クランケ。そういった意味では我々全員がドクターだよ。はい。町工場舐めるんじゃないぞ。すいません。
で、外科医を辞めた後はアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーに所属した。グリーンベレーだと何なんだ、何者なんだよ、もったいない、なぜ辞めてしまったんだ、答えてみろ、はい、やっぱりいい、どうせ違くないから今すぐ戻れ、特殊部隊に戻るんだよ。僕に戻る気がないんです。戻る気がなくなって戻るべきだ。君はこんなところにいちゃいけない人間なんだ。もっと大空に羽ばたくべき人材なんだよ。僕にとってはここが大空なんだ。違うよ、みんなこうやってさ、これを重ねてスパンズルズルってこんな遊んでるよ。Oh my god, I can't stop laughing with this. Oh my god, they are very funny. とにかく君は臭いよな。お願いします、ここで雇ってください。嫌だよ、嫌だ、君みたいな人間に入られてみろ。今こうしてタメ口使ってんのも嫌だよ。サイン欲しいと思ってるよ。そんな人間に入られたらさ、みんな仕事にならなくなってしまう。緊張してビキビキしちゃって。工場長お願いします、ここで雇ってください。嫌だ、工場長お願いします、臭いよ、臭いよ、工場長臭いよ、臭いよ、臭いよ、工場長お願いします、帰れ、臭いよ、工場長、工場長お願いします、ここら辺のことすくださいお願いします。何やって、ちょっとやめてください、お願いします、工場長やめてください、お願いします。うわ、なんかわかんないけど、この姿見られたら殺されそうな気がする。お願いします、工場長お願いします、すいません、お願いします、お願いします、工場長お願いします。また君を採用しよう。本当ですか。あ、I cannot stop laughing. They are very funny. Oh my god. Yeah. ただしもう私が辞める。工場長。OMG. So that is the end. Oh my god. I can't stop laughing. Oh my god. This made my day. OMG. That is very funny.I was thinking these Japanese people, they don't, they really like a joke or laugh, something like that. But oh my god, this one, I cannot stop laughing with this. So that is my reaction for this video. And before I forget, if you are new to my channel, please consider subscribing, hit the notification bell so you will be notified if I have new video. And if you like this video, please give me a thumbs up. If you have some comments, some suggestion,Just comment down below. I'm reading all your comments. So that's all for now. Thank you so much, and see you in my next video. Bye bye and take care.